石間谷古墳は、鳥取県米子市淀江町福岡にある古墳。形状は、前方公園墳。向かい山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、湿度の石場は、国の重要文化財に指定されている。本州では唯一となる、石人石場の湿度で知られる。鳥取県西部、淀ド平野東部の小枝山丘陵の山腹斜面に、 築造された古墳である。1989年に私屈調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を南西方に向ける。墳球は2段築成。墳球長は61.2メートルを測る。墳球表面では、吹石のほか、円筒埴輪軽症刃庭が検出されている。主体部の埋葬施設は明らかでない。以外の出土品としては、 石場、水域があり、特に石場は本州では唯一の出土例として注目される。築造時期は古墳時代後期の6世紀中央頃と推定される。古墳域は1999年に国の史跡に指定され、石場は1959年に国の重要文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。淀井地域では向かい山4号墳に次ぐ。 第2位の規模になる。石場上淀白宝の丘展示館展示。原品は国の重要文化財。石間だに古墳からの出土品としては石場が知られる。石製の埴輪でこうした石製品は一般に石人石場と総称される。石材は大仙山の核戦石安山岩で全長約 150cm、高さ約 90cm を測る。 前足を描くが、表面には、バグが表現される。また全体的に赤く塗られていたと推定される。石人石場は、岩戸山古墳など、九州地方北部で多数が確認されているが、本州では、本古墳霊のみになる点で注目される。九州地方北部の霊は、阿蘇溶結業海岸性である一方で、本古墳霊は、地元石材であるが、 山陰地方と九州地方との交流を示す資料とされる。この石場は、江戸時代には石場大明人として祀られており、1902年に坪井正五郎が存在を確認し、大正年間に前方部付近で同種の石製品片が採集されたことで、石間谷古墳の出土品と推定されている。百五十九年に国の重要文化財に指定され、現在は、 天神がキ神社収蔵庫で保管されている。ありがとうございます。